こんばんは、春風旅行社の佐藤でございます。今回はですね、もうまさに悲しい悲しい、涙なしには語れないようなお知らせです。悲報です。イラン旅行終了のお知らせです。ですね、これどういうことかと申しますとですね、昨日1月8日なんですけれども、外務省が安全情報というのを出しているのは皆様ご存知でしょうか。その外務省の安全情報がですね、イランにおいて、全域がレベル3とレベル4になったんですね。ちょっと前まではレベル1だったので普通に旅行できたんですけども、レベル3とレベル4になったんですね。でそのレベル3とレベル4とは一体何なのかというのをご紹介いたします。これはですね、外務省の安全情報ホームページでどなたでもご覧いただけるものです。レベル3というのは渡航はやめてください、渡航中止勧告ですね。でレベル4というのは退避してください、もう逃げてください。で、渡航はもちろんやめてください。これはですね、退避勧告です。この韓国では勧告であって命令ではないというところが一つのミソなんですけれども、このような状態なんですね。それじゃあですね、レベル1と2は何かというとですね、レベル1は十分注意してください。でレベル2というのは不急不要の渡航はやめてくださいっていう、そういうことなんですね。で旅行会社のスタンスとしては、日本旅行業界とかを中心にですね、基本的にはレベル2になった状態であればもうツアーはやめましょうということになっているんですね。じゃあレベル1はどうなのかって、レベル1は十分注意してくださいなので、お客様の安全やですね、この渡航のツアーの中身をきちんと精査して、ちゃんとその安全が確認できるのであれば出してもいいですよということになっているわけです。例えばインド全域レベル1です。ロシアほとんど全域レベル1です。そんな風にですね、と思われるかもしれないですけど、皆様多分サンクトペテルブルク行かれてですね、バレエ見られたりとか、モスクワでボリショイサーカス見られたりとか、いろいろあると思うんですけれども、そういうところ全部レベル1なんですよ。タジマハールで、アグラのタジマハールご覧になられたりとかですね、あると思うんですけど、で多分そんなに危険な感じは全くしなかったと思うんです。それでもレベル1が出てるんですね。ですからレベル1に関しましてはそれほど気にされなくても、もちろん十分な注意が必要ですけれども、いいんですけれども、レベル2になりますと、私どもの感覚ではレベル2というのは紛争地域の影響を受けるエリア、外巻きみたいなところですね。レベル3レベル4になりますともう紛争地域っていう感じになるんですけれども、それがですね、今回イランの方では1月の8日昨日昨日ですね、レベル3まで引き上がってしまいましたので、もう一切のご旅行は中止というふうになりました。でなぜ勧告で命令ではないかというとですね、国としては命令はしないんですね、あくまでも勧告をしているんです。ではなぜそうなのかというと、例えばですね、この紛争地域を取材されている方っていらっしゃいますね。たまにテレビで、そんなところを取材されている方もいると思うんですけれども、そういう方が行かれるわけなんですね。命令にしてしまうともう行かれなくなってしまうので、その紛争地域を取材されるジャーナリストの方であるとか、そういったところを、メディアの方が行って、その現状を、私ども日本人にですね、こうテレビを通じて、もしくは他のメディアを通じて、こういろいろ案内してくださる、そういう方々はどうしても行かなければならないので、その行きたい人は自己責任でどうぞというのがこの考え方なんですね。レベル1からレベル4まで基本的には自己責任です。ただ旅行会社としてはツアーはレベル2以上はやりませんというのが基本的なスタンスです。でですね、イランというのは本当に素敵なところで、いい観光地もいっぱいあっていいところなんですよ。でですね、その一つの世界遺産のその一つをご紹介、二つを今日はご紹介するんですけれども、これですね、ゴレスタン宮殿っていう宮殿なんですね。これはですね、テヘランを首都として最初に定めた王朝というのがあって、それが18世紀から20世紀ぐらいまで続くんですけれども、その王朝が作った、宮殿なんですね。税の限りを尽くしているのはキラキラの金ピカのこんな感じなんですけれども、本当にですね、素晴らしい宮殿でですね、いわゆる伝統的なペルシャ工法というのが使われていて、19世紀ぐらいに発達した技術もこう結構使われている、本当に素晴らしい宮殿なんですね。でこれもう一つ宮殿の同じ宮殿のもう一つ別なお部屋なんですけども、これ鏡の間って言われているところなんですけれども、ベルサイユ宮殿にも鏡の間っていうのがあります。ちょっと趣違いますけどね、大きな窓とかこの天井の高さはすごいですよね。そしてこちらの正面の方に鏡が結構貼ってあるんですけども、こういった素晴らしい作りの建物がイランにはあるわけです。これテヘランからすぐのところです。もう一ついきます。これはですね、ヤズドという町なんですね。これはどこにあるかというと、イランの中のほぼ真ん中あたりにあるんですね。この辺りは砂漠地帯なんです。でこのヤズドというところはですね、紀元前から
オアシスタウン、オアシスの町として、まあ、発達してきた町で、見ていただければ分かると思うんですけど、みんな茶色ですよね。これはですね、日干しレンガを使って町を作る、建物を作っているので、大体みんな同じ色になっちゃうわけですね。で、町のちょっと上のあたりがもう砂漠になっているのがお分かりになると思うんですけれども、まあ、そのようにですね、まあ、確かにここはオアシスだ、砂漠の中にこう忽然と繁栄しているオアシスの町、それがまあ現在に至って、まあ、このここのですね、旧市街のところとかにも、まあ、素敵な建物とかいっぱいあって、今これ世界遺産になってるんですけれども、この2つのこう角が立っているような建物ですね、これはモスクなんですね、イスラム教の寺院モスクですね。で、左側の一番背の高いモスクがですね、これは確かジャーメンモスクだったと思います。まあ、そのようにですね、これはここはですね、近くの空港がシラーズっていう空港なんですけれども、そこから車で7、8時間ぐらいかかるので、ちょっとアクセスとしては行きにくいんですけれども、ですが一見の価値がある街なんですね。まあ、このようにですね、イランというのは非常にこうたくさんの、これはもう何て言うんですかね、文化遺産と自然遺産が混ざったような、そんな複合遺産みたいな感じですよね。そういったものがあるんですよ。でですね、まあ、私今今年57歳なんですけれども失礼いたしました。イラン、昔の名前で言うとペルシャですね、といえばやっぱりこれなんですよ、燃える秋ですね。多分55歳以上の方だったらもうピンと来ると思うんですけれども、これはですね、作家の五木ひろゆきさんがお書きになられた小説、それをまあ元に映画化したものなんですね。まあ、簡単なストーリーで言えば、その日本とイランとの間にもう貿易をしている、まあ、会社の若い社員の男性の方と、それから生きることにいろいろこう模索をしてもがいている女性、この女性を、まあ、マヤ京子さんが、主演のマヤ京子さんが演じてるんですけども、その二人の愛憎劇と、それからまあビジネスの裏と表と、それを取り囲むイランの美しい自然と、そして素晴らしいペルシャ絨毯、まあ、これをですね、こう綺麗に編み上げた映画なんですね。小説も素晴らしいですし、映画も素晴らしいです。ですね、私どもですと、こう、まあ、ペルシャ、イランってやっぱりまずこの燃える秋がどうしても頭に出てくるんですよね。多分60歳、57、8以上の方は皆さんそうじゃないかと思うんですけれども、まあ、中学生1年か2年ぐらいの時でしたですかね、あちこちにポスターが貼ってあったのを今でも覚えております。でですね、まあ、この映画も大変素晴らしいんですけれども、そのまあ当時のマヤ京子さんというのが非常に美しくて、まあストーリーとしてはですね、まあ、最終的な話はまあネタバレになってしまうので、何も言いませんけれども、誰も死にませんから、その辺はご安心ください。そういう映画ではないので、あとはですね、これですね、イラン航空というのが今も飛んでないですけれども、私はですね、今から10年ぐらい前まではエアインディアというと、インドの航空会社の東京支店で営業していたんですね。で、その時たまに成田に行くこともあったので、成田に行くとたまにですね来てるんですよ。週に1便か2便ぐらい飛ばしてたと思うんですけれども、飛行機が来ておりまして、イラン航空来ている、珍しいなというような感じでよく見ておりました。ちょっとこう懐かしい感じがしますね。今はもう成田には日本には乗り入れてないと思いますけれどもね。あとはですね、イランと日本の関係といえば、やっぱりどうしてもその忘れてはいけないのは、出光興産の話ですね。何年か前に海賊と呼ばれた男という映画が封切られたと思うんですね。V6 の岡田さんが主演された映画で、まあ、要するに出光興産の、まあ、こう一代で作ってあそこまで大きくした方の話なんですけれども、そのいろんな国から日本に石油を売ってもらえなくなったので、その出光興産は自社でタンカーを、日照丸というタンカーを作って、そしてイランまでその石油を買いに行くんですね。でイランもですね、経済封鎖されているので、どこにも石油を売れない。それを日本のタンカーが買いに来たので、もうイランの方々はですね、もう本当に大喜びをされるわけです。でそのことから、結局イランの方というのは比較的親日の方が多いというのは、そういう話があるんです。ですから、その結構日本とイランというのは、まあ、いろんな意味でこうつながりがあるんですね。まあ、私なんかやっぱりどうしてもこう燃える秋になってしまいますけれども、ちょっとこう余談になってしまいました、失礼いたしました。でですね、もう一つの大きな問題というのが、アメリカ入国ビザ問題なんです。まあ、そういうとても美しい、綺麗で素晴らしい文化がたくさんあるイランに行ってみたいんだけれども、何年前からかちょっと覚えてませんけれども、イランの入国記録がある方はアメリカって今
エスタっていうのをこうパソコンでインターネットでこうカタカタ取ってそれでやりますよね。ビザは必要なくなってます。まあ、あれは一応電子ビザなんですけれども、そういったものをするので、あの大使館にパスポート持ってってスタンプをしてもらうということはもうないです。ところがイランの入国の記録がある方はそのエスタが取れないんですね。であの大使館まで行ってビザを取らないといけないです。これがですね、今のアメリカ大使館って本当大変なんですよ。よしあしの問題ではないです。手続きが煩雑なんです。まず最初にアポイント取らないといけないんです、大使館に。あのアメリカに留学された方はご存知だと思いますけれども、そのアポイント取って行ってインタビューを英語で受けて、それで、まあ、あのその他の書類審査等もあってビザが降りるわけですね。それと同じことを観光でもやらないといけない、ものすごい煩雑で手続きです。ですので私どものお客様の中でも、イラン行ってみたいんだよね、あの燃える秋の、まあ、同じぐらいの年の方ですね、燃える秋のあのあれがいいんだよねとか言いながら、でもハワイもガムも行けなくなるからなって、行けなくなるわけではないんですけれども、手続きにビザを取らないといけないっていうのが、まあ非常にちょっとこう煩雑で面倒くさいっていうふうにお考えになるお客様が多いですね。まあ実際そうだと思います。まあそのことがやっぱりちょっとあるんですね。でですね、もう一つの問題というのがありまして、実はこの安全情報というのはなかなか下がらない、これが一番大きいんですね。あの私先ほど申しましたけれども、あのエアインドに勤めておりまして、インドはですね、まあ、その当時から全体が1なんレベル1なんですね。ところが紛争地域が、まあ、あのパキスタンとの国境紛争しているところはレベル2なんです。でそのレベル2がですね、ちょっと幅が広くてですね、あのインドでは、まあ、有数のというかナンバーワンの高原リゾートのスリナガールという町があるんです。でそこもレベル2の中に入ってしまってるんですね。ところがですね、それを入れてるのは日本だ、当時は日本だけで、あのアメリカとかイギリスとかヨーロッパとか、あ、まあ、あのアジアのいろんな国の方にはそういうそれぞれの国のレベルってあるんですけども、それも入ってないので皆さんどんどんいらっしゃってるわけです。行かれないのは日本人だけみたいな感じになってたんですね。であんないいところで、あのもう美しい湖があってですね、ボートハウスみたいなホテルもあってですね、であのとても景色が素晴らしい、ちょっと高原なので夏も暑くない、インドですけど夏も全然暑くない、冬は逆に寒いっていうようなところなんですけども、なんとかしたいということですね。当時私は平野営業マンでしたけれども、その当時の部長がですね、外務省に働きかけるんですけども、やっぱり外務省もですね、結局日本人の身体とか財産とか生命の安全を考えた上でレベル2にしてるんで、なかなか首を縦に振らない、まあ、そういうことでですね、あのはっきりとはちょっと覚えてないんですけれども、確かインド大使館の方とかですね、いろんなところからあの働きかけをしてもらって、であのデリーにある日本大使館の職員ですね、日本人の職員の方に実際にスリナガールまで行っていただいて、それで本当にレベル2の状態にあるのか、それも他の国がやっているようにレベル1もしくはレベルなしのレベルでもいいのかというのをやっぱり確認していただいたんですね。その結果外務省としてレベル1という判断に、まあ、スリナガールに関してはなったわけです。レベル2からレベル1に下がるまでに、その、まあ、いろんな働きかけとか、あと、まあ、結局事実を確認していただいたので、下げてもらったという感じではないんですね。事実を確認したらレベル1でよかったということだったので、外務省としての判断ですから、なのでそのぐらいの時間がかかりましたし、まあ、あのいろんな経費もかかるわけです。ですがテヘランは今3です。イラン全土が3です。この3を皆さんが自由にご旅行に行かれるようになるためにはレベル1まで下げないといけないです。これはなかなか難しいと思います。一旦上がってしまったものを下げるには、やはりそれなりの安全が担保されているということを外務省がきちんと理解しないといけないです。今のような状況の中ではちょっと難しいと思います。で全土テヘランがそんなにあるとは思いませんけれども、まあ、ああいうことがありましたので、その外務省としてはやはり日本人の安全を最優先に考えた結果こうなるというのも、まあ、やむを得ない処置かなというふうにも、そのことも理解しております。ということでですね、とりあえずひとまず下がるかもしれませんけれども、ひとまずイラン旅行終了のお知らせ、もうまさに悲報です。こんな悲しいニュースはもうちょっとないですね。早く安全になって、それを外務省が確認していただいて、そして安全情報で1に下げましたというふうにアナウンスされてる、される日が来ることを、まあ、本当に早く来ることを望みます。その頃にはですね、私どもあの、まあ、いろんなところで、いろんな方々の協力を得ながらイランの旅行を皆様にご案内させていただきたいと思っております。それではチャンネル登録お願いいたします。ありがとうございました。